どうも、すずまきです。今回はね、こちらのゲーム、娘の部屋というね、ホラーゲームをやっていきたいと思いまーす。というわけでね、早速やっていきたいんですけども、一応ね、こちらのゲームのあらすじをざっくりね、説明いたしますと、引きこもりの娘がいて、そのね、娘さんの姿をしばらく見ていなくて、まあ、心配したね、お父さんが意を決してね、部屋に突入するっていうね、あらすじですね。まあ、ちょっとよくわかんないんで、とりあえずやっていきましょう。はじめから遊ぶーと、はいーと。よーし、始まりましたね。リナが引きこもって、もう長い。うん。あ、結構、何日とか？今日こそしっかりと話をしよう。はい。あ、これがリナちゃんの部屋か。ウェルカムリナって書いてある。ウェルコメですね。うん。入るぞ、リナーと。お、そんな急にガチャって入っちゃっていいのか？ま、うわー、入っちゃった。あ、ここがリナちゃんの部屋か。リナ、話をしようと。うん。いや、すごいな。なんか、おしゃれっつうか、ぬいぐるみ結構あるな。リナーと。見当たらないけど、かくれんぼか？どこに行ったんだ？え、マジでいないの？そんなことある？さっきまで物音がしたし、トイレには行っていないはずだ。うん。あ、動かせますね。というわけで始まりましたね。じゃあ俺は、とりあえず、リナちゃんを探せばいいのかな？まあ、よくわかんないんで、ちょっと探索していきましょうか。おい、リナちゃん、これパソコンで何見てたんだ？ちょっと調べちゃおっかなー、みたいな。勝手に PC を見るのは良くない。あ、すいませんでした。いや、なんか悟された。今のリナのことを考えると、なおさらだ。あー、まあ、確かにね。いや、じゃあ、何か調べられる？ちょっと探索タイムか、いきなり。じゃあ、ちょっと端っこから調べていく。あ、出れる？もはや。え？出れないの？帰っちゃダメなの？開かないと。あ、開かないっすか？もっとガチャガチャしたら？鍵がかかっている。なんで？うわ、リナちゃんにはめられた。いや、ちょっと、そこにいるんだろうみたいな。俺が引きこもっちゃうぞーみたいな。あー、とりあえず探していきます。はい。これはなんだ？持ってきた手提げ袋。持ってきた手提げ袋。あ、なんか、持参したの？就職情報雑誌と、デザート用にオレンジとナイフが入ってある。あ、そうですか。少しでも良い話ができたらと思ったが。あ、これ、あ、お父さんの持ち物ね。じゃあ、ここら辺は？ここら辺開けられるわ。なんだこれ。おもちゃの武器が入っている。なんだこれ。以前買ってやったゲームのグッズ一式だ。お、リナちゃん結構何？なんかサバイバルものとか結構趣味なのかな？なんか、斧とかアックス？なんつーの？この手の小物は押し入れ行きになるのが宿命か。あー、まあ確かにね。まあその時はいいんだけどね。結構経つとそうなっちゃうよな。何話してんねんみたいな。じゃあ先進めまーす。はい。あ、ここら辺は特に、あ、ジャンプもできんのか。よし、じゃあ、パソコン、あ、パソコン、ノートパソコンとデスクトップ？なんだこれ、両方あんのか？贅沢してんな、これ。俺は、なんか調べられない。これか。なんだこれ。スマートフォンだ。アンドロイドだ。あ、アンドロイド勢か。はい。あ、結構おしゃれだな。家にいると PC ばかりでスマホの必要性は減ってくる。うん。もう使ってないなら解約するか？おい、その判断早くないか、お父さん。うろこだきさんもびっくりするほど判断の速さだぞ。いや、何言ってんだ、俺。じゃあ、とりあえず、ここ調べられるね。なんか、調べられるのはね、なんか、中央のポインターつの赤くなりますね。はい、これ。はい。音楽がかけられている。あ、この BGM のこと？家族で出かけるとき、よく車の中でかけていた曲だ。曲名はわからないが、ネットで見つけたのだろうか。おー、リナちゃんがこれ買ったのか。なんかリナちゃんこれ、なんか、おしゃれだな。なんかアンティークっつーの、こういう、レコードっつーのかな。ちょっとよくわかんないけど。これは、なんか、映画でも見るやつ？
車はもう処分した。おい、いきなりなんだ、何の話だ。今はネットで何でも買えてしまう便利な時代だ。まあ確かにね。リナもアマゾンでこの曲を見つけたんだろう。あ、うん、アマゾンか、通販か。じゃあサクッとここら辺も調べ、あ、これ調べられるわ。はい。あ、何もなしか。おい、何もなしでこれいるか。いや、せめてなんか入れとけよな、ここら辺のキャンドルとか。あ、お寿司だ、これいいな。これ調べられる。さっき部屋の前に置いておいた夕食だ。お、夕食お寿司、サーモンか。いつも残さず食べてくれているが、どこに行ったんだ。おー、まだ食べる前だったのか。じゃあ、まあ、とりあえず、こうやって見ていきましょうか。じゃあ、こっちは？これは？この家族写真みたいな。うん。まだリナが小さい頃の写真だ。この頃は仲が良かったな。あ、これ、これが主人公つか、今操作してるキャラで、これがリナちゃんで、これはお母さんなのか。はい。なんだ？リナはいつもさやかに甘えていて、お母さん大好きっ子だった。あ、これさやかさんっつうのか。はい。あ、そんだけか。じゃあこれは？一番下だけ鍵がかかっている。うん。このタンスは元はさやかのものだ。元はってどういうこと？もうなんかいないの？大切にしていただけあって、今でも見た目はとても綺麗に見える。おい。いや、何も入れなさすぎだろう、さすがに。このバッグは、特に調べられないのか。じゃあ、リナちゃんちょっといないからさ、ちょっとベッドダイブ失礼しまーす。ウェーイと。おい、お父さん何やっとる？こんなベッドではしゃいで。じゃあ、先進みましょうか。これは？漫画でわかる今流行りのダイエット術。うん、ダイエット術か。ちょっと欲しいな。もう長い間見ていないが、リナはそんなに太っていない。うん、太っていなくてもさ、ちょっと気になるよな、そういう本って。いや、太ってなくてもダイエットは気にするものか。うん。ハッピーバースデー？本の中にメッセージカードがあった。うん、母さんへの誕生日プレゼントだ。おい。さやかは本好きだし、この本なら喜んだだろう。うん。ああ、これお母さんにあげるための、この本で、これプレゼント箱だったのか。まあ、ダイエット術の本、まあ、嬉しいか。まあ、いいか。で、これは一番気になってた。これ、でかぬいぐるみ。一番初めに買ってやったうさぎの人形だ。いやー、でかくね？それにしても。何度かほつれてしまい、一緒に中身を入れ替えた。え？一緒に中身を入れ替えたってさ、それお父さん、綿のことで合ってる？いや、なんか、ちょっと怖い展開？大きいだけあって、独特の弾力がある。はい。なんかほつれた話いる？こん中にさ、なんだっけ、もう名前忘れたわ。あ、リナちゃんか。リナちゃんいたりしないよな。わかんないけど、ちょっと怖い展開だな。はい。19時50分ですね。いや、これリアル、今ね、ちなみに、今やってる時間は、10時ですね。今、21時59分、もう10時になりますね。いや、どうでもいいか、はい。はい、これは？リーナが小学生の時、買ってあげた日記帳だ。あ、日記帳なんてさ、これお父さんが見ちゃっていいのかな？いや、ちょっと、なんでここで選択肢出る？いや、でも、なんかゲームの世界だから、見ちゃおっか、はいと。はいと。お、7月4日、今日はお寿司を食べに行った。とても美味しかった。あ、いいね。8月11日、お、ちょっと待って、リナちゃん？リナちゃん、これ毎日書くもんじゃないのか。まあいいか。8月11日、おじいちゃん家でスイカを食べて花火を見た。綺麗だった。あ、夏休み期間なのかな？これ、多分8月らへんだから。うん。8月16日、自由研究でカマキリを取った。虫かごに入れて観察した。うん。8月20日、お母さんとプールに行った。また行きたいな。おい、お父さん、お父さんは留守番か？ちょっと寂しいな。はい。
10月25日、今日は私の誕生日、可愛いリボンをありがとう。これさ、10月25日。いや、これ絶対さ、なんか暗証番号とかなんじゃないの？ 10 月25で、リボンね。よし、覚えた。10月25のリボン、オッケー。サンキューみたいな、サンキュードラゴンボールみたいな。はい、なんでもないっす。はい、これは？大きなサイコロが置いてある。うん、何使うのこれ。家族でよく一緒に遊んだ人生ゲームのものだ。あ、人生ゲームでこのサイコロ使うんだ。あ、俺のイメージなんかガラガラガラってやるイメージなんだけど。人生ゲームは何度でも楽しめる楽しさがある。遊べるか？はい。じゃあもう結構、ここら辺は、こいつはこのサボテンダーみたいな。昔のゲームキャラクター、サボテンナーちゃんだ。おい、サボテンダーだろ、どう見ても。これは？主人公に求愛するも、自身のトゲで阻まれるツンデレキャラだ。なんか山嵐的な感じか。ちょっと遠くて手が届かない。手が届かないことなんてある？これ。あ、これ、いや、これなんかさ、お、これ綺麗だな。なんか、ゴッホだっけ？これリアルでもあるよな、こういう絵。ここら辺は？ここら辺は、ちょっと一番下は、おい、なんも、なんかあった！でか鍵、これチャリ鍵っぽく見えるけど、でか鍵発見。何の鍵だろうか。拾えよ。拾わないのね。よし、というわけで、じゃあちょっと、これ登れるかな、これ。これでさ、これ手が届かない、遠くて手が届かない。いや、そんなはずはねえだろ。おいおい、お父さん、お父さん、絶対嘘ついてるでしょこれ。こっちは、ここら辺は、お父さん、なんか俺ジャンプしてないの？おい、はしゃいでる。影だけはしゃいでんだけど、どういうことこれ。じゃあちょっとこれはなんかしないといけないのか。じゃあ、ここ鍵あるけど、後々拾うのかな？じゃあこっちは？こっちは特にテレビも調べなくて、おい、来ましたね。今流行りの広告。いや、これわかりますか？いや、これ絶対さ、これ YouTube の広告であるキノコ伝説だろう。お、リナちゃんを事前登録してんじゃないのか？ちょっとリナちゃんどこにいんのかわかんないけど、ちょっと調べていきましょうか。はい。音に反応して動く人形だ。うん。海外のおもちゃだが、日本でも一時期ブームになった。うん。単調な繰り返しなのに、ずっと見てしまう魅力がある。そうか、ちょっと気持ち悪いけどな。この宝箱はなんか、ゼルダとかにありそうな。存在感のある宝箱が置いてある。うん。人気ゲームのグッズ一式が入っていた箱だ。あ、これ絶対ゼルダとかだろう。雑貨を入れるのにちょうどいい。うん。ごまだれ、みたいな、そんな感じか。じゃあ、特に、ここら辺も調べても何もないし、ここは特に何もないんで、ここら辺は何もないのか。よし、ここ来ましたね。ここが一番さ、最初から気になってたんだけど、ここに絶対隠れてるでしょ。ここの部屋にいないってことは。じゃあちょっと行きましょうか。隠れるならこの中か？鍵、ここで鍵が必要なのか。しかし鍵がかかっている。うん。鍵穴は二つ、こんな物置にいるとは思えないが。物置なの？この手の鍵は大体どこかの引き出しの中だろう。おい、もう見つけてるて。じゃあ、これで拾えるようになるのか。順番があったのかね。でか鍵、はい。これが物置の鍵じゃないか？よし、オッケー。行きましたね。いや、ここに来てさ、出れるかな。よし。出れないか、さすがに。じゃあ、早速行きましょうか。これ、鍵、これいけるか？開いた後。しかし、鍵穴はもう一つある。そんな頑丈なの？何？何してんの？開けてくれないか、リナーって。いや、それさ、最初に言えよ、鍵やる前に。うわ、なんか落ちた。猿の、なんか、おっと。元に戻さないと。なんか猿のぬいぐるみのところ、これなんかあるけど、とりあえず先にこれ見ていきましょうか。猿の人形だ。うん、お猿のジョージみたいな。どこか不気味で、逆にそれが可愛いのか。うん、元に戻しておこう。ここか。はい、オッケー。
元に戻した。え、この演出いるか？リナはペンギンが好きだった。あ、ペンギンか。出かけるときいつも持ってきていたが、今もあるのだろうか。あ、ペンギン。あのちょっと不気味な顔をまた見たくなってきた。あ、ペンギンね。ペンギンは見当たらないな。え、ないね。あ、じゃあちょっとこれ調べていきましょうか。これは？開けると後悔する？どういうことやねん。え、何これ？え、これが出てきたっていうことはリナちゃんこの中にいるのか？え、これはと。うん。なんか SE 入ったけど。ん？なんだ？リナからの挑戦状だな。おい。おい、お父さん。ポジティブだな。秘密を解いてドアを開けてみろ。という振りだろ。おい、絶対ちげえだろ。推理ゲーム好きの父への洒落たプレゼントというわけだ。その挑戦受けてたと。うん。よし、というわけで、よくわかんないけど、鍵がもう一つ必要なのか。まずは鍵を探そう。よし、じゃあ、鍵っつったってないもんな、これ。鍵なんかあるか？え、なんか探し不足？このキノコ伝説は？手に取って調べたいが、ん？動きが激しすぎる。なんて弾力なんだ。ここに宝箱の開け方が書いてあえ、そういえばこの宝箱は開けてないな。人形が邪魔だな。あ、そうか。こん中に鍵あんのか。え、音がなんたらかんたらって言ってたからこれさ、このレコーダーの音とか消せないのかな、これ。わからん。え？できますね。音楽を止める。はい。あ、OK。あ、なんか急に閑散とした。なんか。あ、でも、止まったか？あ、キノコ伝説止まりましたね。はい。これで取れるようになるのか。おーわ、なんだこれ。ふむふむと。スーパーマキオ。おい、大丈夫か？これ、制作者。ふむふむ。これが、箱の開け方か。じゃあ、これ、ハンマーつか、アックス？これと、宝箱で開けられるってことか。この説明によると、斧を鍵穴に刺して上から叩くと開くようだ。いや、そんな箱あるか？そんなよくわからんけど、斧だってここだよね、斧って。ああ、なんだこれ。あ、変わってる。ちょっと待って。帰れになってる。いや、洒落てるな。なんだ？これ帰れだよね、絶対。いや、ワンチャンレイカかもしんない。レイカさんがいるかも。ふむ。言いたいことはとてもわかる。長い間顔を合わす、今更会うのは恥ずかしいもんだ。うん。なんか扉開かない？ここ開かなかった？しかし今日で終わりにしよう。負の連鎖はどこかで断ち切らなくてはならない。絶対ここ、なんか扉開いたよね。今見えた？開かないよね。鍵がかかっている。なんで？おい、絶対誰か入ったって。お父さんここで見てる間にこっち誰か通っただろう。いや、わかんないけど、じゃあこれ取りましょうか。おもちゃの斧を手に入れた。はい。これで宝箱が開くはずだ。うん。じゃあこれで、いや、なんか変わったりしてる？わかんない。もうとりあえずやっていこう。これで宝箱を開けると、何が？デレレレ、デレレレ、デレレレ、デレレレ。デレレ、何？斧の束部分を差し込んで、はい。ごまだれ？しかし何か大事なことを忘れている気がする。これを買った時？何ここで回想シーン？リナと一緒に何かを入れたような。うん。びっくりした！キノコ伝説か！ここで、うわーと。忘れていた。これはびっくり箱だ、おい。そうだったの。これが原因でさやかは怪我をした。あー、それでなんかなっちゃったのか？驚いて転んで、そこまで大事ではなかったが、捨てるほどじゃないとさやかに言われ、そのまま残したんだ。うん。リナは泣きじゃくっていて、苦い思い出だ。あー、まあ、それはな、ちょっとしょうがないけど、これか、鍵。これが二つ目の鍵か。うん。
箱が開くと横のベルが倒れ、面白い仕掛けになってるじゃないか。あ、ベルの中にあったのね。あ、チリンと。じゃあちょっとさ、ちょっと怖くなってきたんで、一旦 BGM 流します?あー、流せねえ!おい!もう一旦切ったら終わりなのか。じゃあ、まあもう、皆さんいいですか?もうなんかある?まあなんかあるって今言ってもしょうがないもんな。じゃあ行きましょうか。はい。二つ目の鍵を解いた。これで開けられるようになる。いやー、これ来るんじゃないのか。皆さん行きますよ。3、2、1、レッツゴーと。うわー、何?なんもなし?なんもなしようだ。え?ピアノ、エレクトン、これさ、絶対さ、こん中入った瞬間バターンって閉められるパターンだろう。いや、俺分かってるからな。え?そんなことはない。おお、ひよこ、ひよこ、あ、ニワトリか、これ。なんだこれ?なんで動いてんの?え?え、なに?え、これ、ピアノは弾けないですね。特に、あ、これ、引き出し、なんかある。え、どこが開けられんのこれ。あ、特になんもなし?わからん、これ何?ね、あ、これか、テレビか。テレビは調べられないか。え、あ、段ボールか。片付ける?片付けるって何?もうとりあえずはいにしとこうか。片付けまーす。おい!あ、これでこん中か。怖えな。ちょっと開けてみますよ。いくよ、3、2、1、レッツゴー。リナいるんだろう?開けるぞ。あ、こん中にリナちゃんいんの?え、それは閉じ、え?引きこもりすぎてない?え、おー!なんだ?なんか落ちちゃった。あー、スーツケース?開いた、危なかった。え、こん中にリリナちゃんいないってことはさ、絶対さ、後ろ向いたらドーンみたいな。あ、いなかった。なんでもないっす。はい、これは?え、これは、あ、なんかある。うんち?え、何言ってんだ、俺。何かが挟まってる。ロワノロウワ?なんて読むの、これ。何?急に真っ暗になった。急に真っ暗になりました。ウワと。驚き方。何も見えない。うん。俺も何も見えないな。近くに懐中電気があったはずだ。懐中電気って何?うん。ああ、なんか、あ、これ絶対来ますよ、皆さん。もうそろそろ来るよ。いや、皆さん、ホラー体制大丈夫か?俺はちょっと怖いけど、とりあえず行きまーす。おー、リナちゃん、ドッキリなんだろ?これ。もしかして、サプライズ?ハッピーバースデー的な?いや、いるか?いるか?ちょっと怖えな、このぬいぐるみ。何しろっていうの俺。これ、あ、閉められる?いや、開けとこうか。あ、テレビ見れるか?なんかテレビの配置、あ、片付けたから配置が変わってんのか。ニワトリさんがいて、まあ、とりあえず出れるか調べてみましょうか。まずはね。はい。開かないと。リナ、いたずらをやめてくれ。あ、そう?あ、これ、あ、もうできないか。じゃあ、とりあえず、何か、パソコンでも調べるか?少しでも明るいになるように、画面をつけよう。うん。これで、画面つけて、あ、ログインこれ、10月25だっけ?誕生日でどうだ?あ、これ勝手に打ち込むの?自分の誕生日?リナの誕生日?どっちこれ?これ普通にリナの誕生日だと思うけどさ。ちょっと自分の誕生日やってみていいっすか?これ何日なんだろうこのお父さん。これ、何日?どうやら違うようだ。おい!これもうダメ?あ、びっくりした。よかった。もう一回できる?あ、よかったよかった。なんだよこの選択肢。いらねえだろ自分の誕生日なんて。これでリナの誕生日行きましょうか。はい。10月20、どうやら違うようだ。マジンコ TV? これも違うの?マジかよ。じゃあまた探す。ああ、びっくりした。また探す必要ある?これ。スマホ、いじれないか。なんか調べ、なんか調べられるか。あ、これは?ああ、お父さんが!昔の家族の写真だ。いや、お父さん、ちょっと気づいて。あ、本がなくなってる。本がなくなってるぞ。おかしいな。ここに本がなかったか?ダイエット本あったよな。引き出しにでもしまったんだっけ?引き出し?ここ?ここ?ここ?ああ!
わ、すごい、なんか汚れた雑巾みたいなのが、はい、これ。確か誕生日カードの、うん。あ、これ、さやかさんの誕生日の、あ、11月10日、あ、これか。お母さんお誕生日おめでとう。いつも心配かけてごめんなさい。これからも元気でね。大好き。11月10日、リナよりと。日付に11月14日と書かれている。あ、これか。ちょっとこれ、なんかフラグ立てたりとかしてないよな。じゃあこれ調べたんで、ちょっとこっちもチラッと見つつ。よし、行きましょうか、これ。よし、じゃあこれで、ああ、そういうことね。これでさ、ここら辺に出てくんのか？え？もしかして。あ、そうですね。ちょっとおかしかったもんな、配置が。で、さやかさんの誕生日、はい。おー、開いた。お、これなんかすごいな。これ、あ、なんか見れる？ツイッターでも見る？もうツイッターこれの表記じゃないけど、X だけど、ジャパンだけど、それ X ジャパンですね。はい。リナのツイッターか、最後の日付は結構前だな。おい、なんかさ、なんか嫌じゃね？なんか親が、なんか、娘のツイッター見るって。食べすぎて眠い。最近ゲームが楽しすぎる。疲れている時はこれが一番。寝ようと思ったらいつまででも寝れる。以前徹夜後27時間寝た時ある。おいおい、何つぶやいとる。まあ結構可愛いな。お父さんとお母さんが喧嘩して、今日も隣り合ってた。今日も隣り合っていたか。あ、怖い。あ、なんか、これ見るとちょっと申し訳ないな。ご飯中お母さんが私の前で、皿を叩き割った。すごい声だった。あー、もうなんか、仲が悪くなっちゃってたのか。それでなんか、部屋に逃げた。もうやだ。どうしたらいいかわからない。お母さんがいなくなった。あ、もう出てっちゃったのか。お、ムービーがある。ん？これは最近の投稿だ。見れる？これ。あ、見てみましょうか。いや、これ絶対さ、ホラー映像？あ、なんだ？なんか車の、これ、タイヤ、こう、タイヤか？なんだ？車の映像。うわ、なんか、あ、これ、あ、スーツケース。あ、俺の声邪魔か？いや、なんか、めちゃくちゃホラームービーなんだけどさ、俺の声入ったら全然怖くなくなっちゃうか？なんか、クックックーみたいな声聞こえるけど。あ、車とスーツケースだ。あ、夜逃げの準備してたのか、リナちゃん。もしかして。なんでこんな動画が？うん。閉じる？なんかいじれる？おー！出てきましたね！いや、これはびっくりするわ、制作者。なんかポチポチ押してたらね、なんか出てきましたね。いや、もう一回見ようぜ。もう一回見れないのか。じゃあ、ね、ちょっと怖い展開で俺もびっくりしてるんですけど。何すればいいんだ？とりあえず。じゃあ、ここら辺もなんか、おー！来ました！もう来ますよ、皆さん！もう結構怖い展開来てますね。いやー、どんどん、これ、サボテンダー？サボテンダーは調べらんないか。これは、キノコ伝説は調べらんなくて。宝箱もでき、あ、サボテンダーこんなところにいたっけ？サボテンダーじゃないか、こいつの名前。じゃあ、何すればいいんだ、これ。また戻ってみるか？こっちの部屋。こっちの部屋は特になんもないのか。俺何するんだっけ、これ。りなちゃん探してたんだけど、なんかさ、出れなくなっちゃった。おい！ちょっと、なんか、また色々と、これ出れる？あ、出れないか。開かない。結局パソコンつけられないのか。お寿司でも食べようぜ、ここは一服。いや、お寿司食べたいな、サーモンか、これ。ここら辺は？あ、そういえばさ、これさ、あ、これじゃない、これじゃない。これじゃなくて、これじゃなくて、ここのさ、鍵見つけてないもんな、これ。ここの一番下の鍵。なんかないのかな、これ。これは？あれ、ちょっとよくわかんない。皆さん、なんか、もう、迷子になりました。じゃあ、これなんか、あ、ここら辺も調べらんないし、ちょっと探索しますね。よーし、というわけでね、ちょっと調べてたんですけども、肝心なものをね、ちょっと見てなかったですね。いや、さっきのムービーでさ、なんか車とさ、あのスーツケース、これあったじゃないですか。これ調べてなかったわ。これ、はい。てんてんてん。
紐できつく縛られていて開かない。どこかに切るものがあるはずだ。あ、紐球が必要なのか。紐を切るのっつったってなんかあったっけ。なんか、紐切るのハサミなんてないもんな。ハサミないし、あ、これあれか。お父さんのオレンジカッターか。オレンジナイフか。あ、これか。オッケーオッケー。包丁を手に入れた。なんかちょっと怖いな。はい。これで、これの紐だってどこについてんだろうな。はい。紐を切った。うん。あ、これムービー進むか？あ、なんだこれ？なんか骨？ぬいぐるみと、なんだこれは？骨？お、人体模型みたいな。あ、ペンちゃんのぬいぐるみあった。あ、それと鍵があったわ。うん。鍵だ。これで出られるかもしれない。あ、そう。ペンちゃんは調べられない。おい、なんだこの、こんななんか人体模型でも買ったのか？結構あれ高いらしいぞ、皆さん。じゃあ、鍵ゲットしたんで、またさ、また出てくるんじゃないの？なんか、フラグ立てちゃったから。これでさ、ここの鍵っつか、こっちの鍵、ちょっとできないのかな？これ。あ、できないのか。じゃあもうこれしかないのか。ちょっと出てみましょうか。はーいと。よく考えてみるとわかるんだが、鍵穴なんてどこにもないじゃないか。おい、そうだよな。うん。なぜ鍵が必要なんて思っていたんだ？あ、開いた、開いた、開いた！開いたぞ？出してくれんの？なんだ、立て付けが悪かっただけか。うん。いや、これ絶対来るよ、皆さん。絶対、3、2、1、わーとか。あ、動かせんのか？おい、なんだ？もう、足は動かせないけど、画面は動かせる。じゃあもう、ここを調べろってことか。じゃあ行きまーす。はい。ってことじゃない？うわ！これ上向いたらいるパターンか？行けよ。いないの？どこいるやん？ちょっと待って。動かせない。どういうこと？これどうすればいいの？これ。どっかにいるの？何？あ、開いた！あ、開いたよ、みんな。いや、来るぞ。おー、来たねー。おい、押せよ。あー、これ終わったのか？あー、終わりましたね。リナの部屋から逃げた後、警察に駆け込んだ。そして全てを警察に話した。はい。これ、結局リナちゃんどこ行ったの？2年前、車の中でさやかと喧嘩した時、揉み合いになり、さやかは頭を打って動かなくなった。あー、それで、あれが、そういうことか。怖くなって、その時はそのまま逃げた。うん。でもすぐに気になって戻った時、車の中にさやかはいなかった。あー、これ多分さ、りなちゃんが回収したのかな？わかんないけど。回収って言い方も違うけどな。さやかがいなくなったことを話すと、リナは部屋に引きこもった。それからリナとは会っていない。いや、これさ、もう、分かってたんだ、リナちゃんは。娘の代わりに引きこもっていたのは、俺だった？みたいな。何？なんか感動ムービー始まる？なんか音楽。わからん！お、危ねえ！あ、やべえ！あ、やべえ！こんな時にすいません。机にあったリモコンとかいろんなものが落ちてしまった。おーい！何やってんだよ、俺。もう最悪だ。はい。あ、ここまで遊んでくれてありがとう。ノーマルエンド？別のエンドがあんのか。別のエンドを見たい？ちょっとやるか？あー、これ、2周目から遊ぶが出てきましたね。じゃ、ちょっと、ちょっと待って、2週目から遊ぶ前に、ちょっと片付けていい？テーブル。はい、片付けまーす。はい、というわけでね、ちょっとざっくりね、片付けてまいりました。じゃあ2週目から遊ぶで、なんかトゥルーエンド見たいんで、ちょっとやってみましょうか。2週目から遊ぶと、はい。これなんか変わんのかな？まあわからんが。あ、またここ、最初からか。おい。まあここら辺は、まあ、なんか飛ばしていきましょうか。よーし、じゃあこれで入って、入るぞと。これなんか失敗したのか、俺。リナ話をしようで、ここら辺はね、最初も、なんだ、あ、
鍵が落ちてる。うわ、変わってるわ。鍵だ。何の鍵だったかな。いやー、これ、もう変わってるぞ、2周目。何の鍵かわかんないけど、これはさ、絶対ここ調べられなかったもんな。これでしょ。え？これじゃないの？一番下だけ鍵がかかってる。この炭酸もと、この鍵じゃない？開けた、オッケー。鍵使いましたね。うわ、なんだこれ、なんかデスノートみたいな。これはと。さやかの手帳だ。うん。リナが生まれる時によく何かを書いていた。うん。大切なリナ、生まれてきてくれてありがとう。リナの笑顔を見て幸せを感じた。リナにはいつまでも幸せになってほしい。リナは私の宝物。うわぁ、こう、いいね。いや、でもそれにしてもこんなでっかく書くか。はい、まあいいか。もう大切なものには届かない。届かない、あ、なんでもないっす。これなんかのアニメの、歌。はい。幸せになれる。はい。幸せにはなれる。はい。妙な、詩だな。なにその目線。その向き。届かない？あそこが気になったの？そこ俺微妙だったんだけど、微妙ななんか感じになっちゃったんだけど。届かないって、これか。あ、これはサボテンダーのこと？届かないって。あるわ。このサボテンダーのところに、この斧。これ取れるよね。さっきまで、さっきつか持ってなかったもんな、これ。ちょっと遠くて手が届かない。おい、嘘だろ？届かないのか。じゃあ何かを探す？届かないってことは上ら辺のものをなんか探していかないといけないのか？あ、ここら辺もなんかもう調べたもんな、一回目に。ここら辺上のもの、ちょっと探索していきましょう。あ、これは本とかは羊。これ上なんかあるか？これ上なんかあるか？これ上とか、あ、なんかゲットした。ポシポシ押してたら。手が届かない場所にも届くかもしれない。あ、待って、手が届かない場所ってさ、もしかしてこれのこと？おい、スムーズか俺。なんか、適当にポチポチ押してたらなんかなりました。ラッキーだな、これは。で、これで、いや、もうこれでも届くけどな。はい。よし、このバールで手が届、あ、このバールで届きそうだ。おい、嘘だろ？おもちゃの斧を手に入れと。おーっと、まだ高いところに何かあるのかもしれない。まだ高いところに何かある？高いところに何かある？さっきどこで、あ、ここにあったのか、バール。高いところに何かあるって言われてもさ、何かあるか、これ。ちょっとここら辺も登れるか？ここら辺は、いけないか、ここら辺は、これいけないの？なんかぬいぐるみあるけど、いけないのか。じゃあ、とりあえず、斧ゲットしたんで、これ、やってみましょうか。これ、開けちゃダメなのか？ちょっと待って。こっちの斧はどこ行ったんだ？じゃあ。あ、なくなってるか。じゃあ、こっちの斧を、これ、開いちゃダメなのかな？これ、はい。ダメ？これ。はい。これ、あ、ダメだ。また笑ってしまう。何？中からおもちゃが出てきたから。大げさにひっくり返してみようか。ここでなんかホラー演出入りましたね。一周目と違うわ、これ。皆さんまたホラー演出入っちゃうかも。これでいいのかな？合ってるか？まあ、とりあえず進んでみましょうか。あ、画面真っ黒になった。頭をぶつけた。そんだけか？なんで暗くなったんだ？あー、絶対に違いますね、これ、前回と。いや、これ、またホラー演出。これ、鳴らないし。うわ、これ、血吹き出すか？これは、あー、来ましたね。いや、これは分かってたんだけどさ。いや、このままだとさ、同じエンドになっちゃう可能性大。あれ？なんか鍵ここ、なんか鍵変わってない？鍵穴は一つ、こんな物置にいるとは思えない。あれ？鍵？鍵は宝箱に、鍵変わってない？あ、これか。
え、なんか鍵の種類変わってる気がするんだけど。そうだよね。はい。じゃあ開けてみまーす。はい。え、これで開けて、これで、これか。これでさ、このなんか青いやつ取るんじゃないの？これ。え、これ。積もれてる。あ、これで、これを足場にして登れそうなくらいの量だ。あ、これで、え、床が抜ける前に捨てておこう。え、わかんないけど、これで、あ、これで取れるようになるみたいな。え、おい、違うの？え、違うの？これ。え、これでこうやって登っていく感じ？え、あ、ここか。え、何？え、これじゃないの？え、俺何してる？え、これ何すんの？これ。結局じゃあ、段ボールは。うん。え、これを足場にして登れそうなくらいの量だ。床が抜ける前に捨てておこう。いや、これ絶対、え？取れないのかな？これ。まだなんかやる必要ある？これ。あ、待って、あ、わかった。わかった、これ。あれ見てないのか。まず先にこれか。リナちゃんのピー、え、後で見るか。え？え、後なの？後で、え？これさ、え、これで、ちょっとフラグあんまり、なんか2周目だからさ、やってなかったけど。なんか、全然見てなかった。え？ここら辺は特に。おい、何すんだ、これ。おい、結局。え？後で取れそうだって言われてます。あー、ここ調べてないのか。ここは開かなくて。え？ちょっとやり方わかんないぞ、制作者！これまたよくわかんないでね。また散策してきまーす。よーし、というわけでね、ちょっくら探索したんですけども、全くわかんなかったんでね。これね、なんかね、ゲームに行き詰まったら公式サイトでね、ヒントもらえるんで、これね、見てきました。でね、そしたらね、ここだったんですよね。いや、ここでわかりますか？皆さん。このさ、青いスーツケースに目行くじゃないですか。でも、実はね、ここだったんですよね。この、なんだ、この金網くん。この金網くん、こんなんわかんねえよな、これ。これ、はいと。奥に、換気口が見える。うん。曲がっているので、一度外して付け直すか。おい、そんな悠長なことできるか？さっきのバールでちょうど届きそうだ。あ、ここでバールも使うのか。はい。中から紙切れが出てきた。お、ヒントか？なんだ？パスワード1、マーキーをパスワード2、2のヒント、人生の運命の目？何かのパスワードらしい。マキオ？マキオって誰？マキオって誰だよ。忘れた時用にリナが残したんだろうか。パスワード2はまだ別にあるのだろうか。あ、これがパスワード1個で、2つ目のヒントがまだ隠されてるよって、人生の運命の目？これ人生ゲームのことか？人生ゲームのことか？わからんが。人生ゲームはサイコロだったよな、これ。はい、これ、はい。あ、これ、あ、いけるか？人生の運命の目、これのことだろう。ああ、合ってたっぽいな。あ、出てきましたね。あった、これが二つ目のパスワードか。パスワード2、ああ、881088。覚えんの大変だな。いや、なんか、881088、オッケー。巻き音と881088、オッケー。じゃあ、これで、どうすればいいんだ、これ。これ、パスワード、これか？リナのパソコン。後で見てみるか。あ、パスワード使うのってなんだ？パスワード、デスクトップ、スマホか？なんだ、これ。あ、スマホっぽい。パスワードは、このスマホ用じゃないか。あ、そんな長い。マキオ881088と。結構長いな、パスワード。いや、4桁か6桁ぐらいでいいんじゃないか？あ、開いたのか？よし、ログイン成功と。うん。ゲームやらツイッターやらいろいろ入っているが、うん。これはリナのブログだろうか？ブログやってんのか？私は今引きこもっている。お父さんは毎日ご飯を作って部屋の前に置いてくれる。でも、いつまでもこのままではいられない。気持ちを感情を整理するために文章に記す。ああ、いいじゃん。お母さんがいなくなって、もう最近は毎日のように喧嘩をしていた。時々いなくなることはあったけど、今度はもうずっと帰ってこない。
いつから仲が悪くなったんだろう。子供の時は二人ともとても笑顔だった。うん。お父さんはお酒を飲むと人が変わる。ああ、そういうタイプか。親戚の人と大声を出してあまり近寄りたくなかった。酔っ払った近所の人が私に危害を加えようとしても、なぜか周りの人は止めなかった。お母さんも怖かったのかもしれない。ああ、もう周りの環境もあんまよろしくなかったのか。お酒にあれなのか。はい。子供の頃、おもちゃのびっくり箱でお父さんに言われてお母さんを驚かしたとき、はじめは面白かったけど、お母さんが怪我をして、とんでもないことをしてしまったと後悔した。でもお父さんはいつまでも笑っていた。不気味な声で。お父さんちょっとサイコパスっぽかったのか？わからんが。当時はよく意味がわからなかったけど、夜中に会社のボーナスか何かで喧嘩をしていた。100万円、あったとか、隠していたとか、お母さんが怒鳴っていた。あー、なんか猫ババっつかなんだっけ、そういうのなんかしてたのか。うん、お父さんとお母さんが仲が悪いというのは、どの家でもそうなんだろうと思ってた。子供にとって家で起きたことが全てだからだ。あー、周りのこと、まあそんなわかんないもんな。お父さんとお母さんの仲が悪くなったのはお金が原因なんだろうか。当時日本の景気が一気に悪くなったこともあったらしい。あー、なんとかショックみたいな。思い返すと家族がバラバラになった友達がいた。バラバラになった友達がいた。父親が借金を抱えて逃げてしまいそうだった。私の家も多分そういう状況だったのかもしれない。あ、車で夜逃げか。あー、そういうこと？今は毎日が怖い。あの不気味な笑いが時々聞こえてくる。ああ、もうお父さんがマジガチサイコパスだったのか。お父さんつか、今動かしてるキャラ。最後に大切なフォルダパスワードと書かれている。なんだ？パスワードは、家族。ああ、もうこのさ、リナちゃんは家族大好きだったのにな。このスマートフォンのものではなさそうだ。お、なんか、あ、家族。これで、パソコンか。いや、これ、後ろ向いたら出てきたりはしないか。いや、でもそろそろ来そうな気すんだよな。でも見ましょうか。はい。ああ、もう、もう開いた。家族打ち込んだのか。これでさ、まずはツイッターとか見る？これ、はい。あ、見れねえ。これは？あ、これも見れない。これは？ああ、パスワード。あ、おい、まだパスワードか。家族と。ああ、家族写真か。これはと。家族の写真だ。うん。三人揃っている写真はあまりない。ああ、まあそうね。これらはみんな親戚に撮ってもらったものだ。ああ、三人で、ああ、そうか。いや、一番これがさ、気になるけど、ここら辺は見れないのか。これ見てみます。はい。これもスーツケース。うん。急に閉じた。おい、俺がやってない間に閉じ上がった、この主人公。これは？文字はもう書けないけれど、打てる。どういうこと？大切な思い出をリナは残しておいてくれた。今でも忘れないでいられる。うん。あの時、あの人はスーツケースを持って戻ってきた。私は逃げた。可愛いリナ、一緒に暮らすため連れてきてあげた。うん。あの人に持っていかれる前に、あー、そうか。なんだ？急に暗くなったぞ。おい、お前のことだぞ。スーツケースを確認しよう。おい、絶対主人公これサイコパスだ。うん、もう、ちょっと、サイコパスがわかる、ちょっと、見てみましょうか。これ、こう、どうするか。お、主人公、うわ、そんな暴れるな。はい、これはね、全部俺が動かしてます。はい、じゃあ先進みましょう。スーツケースこれですね。はい。じゃあこれを取っていくのかな。これ、はい。スーツケース？取れないの？これ。これで、ああ、取れますね。オッケー。何でも運べるスーツケースだ。何でも運べる？開ける？開けてみるか。はい。その場で開けんの？またガッチャンゴッチャンになっちゃわない？うわー、なんか、血まみれか？血まみれペンギン？また骨ですね、これ。リナはもういないようだ。もしかしてこれさ、
え、お父さん、リナ、え、これリナちゃんやっちゃったってこと？え、ガチャって開いた？え、何？あ！なんか感動、うわぁ、なんだ？あ、なんか、お化けみたいな。あ、なんだこれ。なんかお化けが外に出ていった。あ、待って、もしかして、動かしてたのって俺、お化けのこと？妖怪、え？幸せって書いてある。なんか、良くない幸せの書き方だな。おい、やめろよ。いや、主人公が、これ、なんか怪物だったパターンか。怪物お父さんか。いやー、はい。いや、なんも言えねえ。うん。北島康介になっちゃったわ。はい。娘の部屋。これでトゥルーエンドなのかな？これ。いや、もうバッドエンドっぽいけどな、これ。あー、でもなんか、制作とか出てるから、トゥルーエンドっぽいな。あ、このキノコ伝説と、あ、ちょっと音楽でかくなっちゃったか？まあ、飛ばすか？まあ、わかんないけど、ちょっと最後まで見てみましょうか。あ、なんだこれ？暗くなったぞ。え？まだ、なんか、どんでん返し？あ、もう一度遊んでくれてありがとう。トゥルーエンド？え、これトゥルーエンドだ。あー、ちょっとなんかな、ちょっと納得いかないっす、俺。まあいいか。制作者がトゥルーエンドって言ってんだからトゥルーエンドだよな。はい、画面クリックしまーす。ちょっと待って。あの、タイトル戻ってきたんですけども、ハテナハテナハテナから遊ぶってなんだこれ。え、これ、ちょっとこれ調べていいっすか？ちょっと気になるな、これ。なにこれ。ハテナハテナハテナってなんだよ。え、リナ、話を。え、なにこれ。あ、もう動かせない。いや、違う。何をするんだったっけ。そうだ、スーツケースが開かないから、切るものを探してたんだ。あ、切るもの？え、あ、これ、ハテナハテナハテナって何？え、切るもので、これ、ナイフで、包丁を手に入れて、え、これ、おい、の、おい、もう開く？え、もうこれ、え、もうこれで行っていいの？え、わかんない。これ、エンディング同じ？え、紐を切った。え、もしかしてこれ、同じエンド見る。おい！おい！あ、あ、待って、違う。ぬいぐるみと、なんだこれは。赤い鍵があるぞ！いや、びっくりした。これ、いや、これ、新たなエンド。あの時、使い忘れた鍵だ。あの時、使い忘れた鍵って、赤い鍵使う場所なんてさ、もう、ここぐらいしかないもんな。これ調べてみましょうか。はい。さやかのタンスを、鍵はこれ用だ。はい。てんてんてん。うっすらと覚えている。家族に何かがあったとき、これを開けてほしいとさやかは言っていた。うん。はい。おー、また黒いデスノート。さやかの手帳だ。はい。リナが生まれるときによく、これ見なかったっけ？あー、大切なリナ。あ、ここは読みましたね。うん。リナは私の手帳。はい。もう、あ、届かない。うん、はい。幸せにはなれる。うん。これ見ましたね。え、あ、詩のようだが、ちょっとよくわからん。うん。何を伝えたいのか、あと途中から字が乱れてないか？あ、あんまり気にしてなかったけど。え、乱れてる。おお、なんだこれ！おい！ドッキリ大成功？おい、制作者やったな、これ。おい、リナちゃん、出てこいや。おお、びっくりした。あ、待って、リナちゃん？これもしかして。リナ、イエーイ、ドッキリ大成功、おい。おい、どういうことやねん。それ、ちょっと打ち合わせと違うじゃないですか。え、あ、たけし、あ、主人公たけしっていうのか。え、リナ？おー、なんか、あー、リナ、まんまと引っかかったねーって。うん。ドッキリって、そうなのか？いや、これさ、ドッキリと見せかけてくるやつなんじゃないのか？あー、すごい顔してる、お父さん。もうずっと笑いをこらえるのが大変だったんだから。どこいたの、リナちゃん。いや、でもどこにいたんだ？ずっと探してたんだぞ。おい、同じこと言うな、たけし。うわ、何？お前の後ろだよ、みたいな。推理ゲームが好きなのに、爪が甘いよ。うん。ずっといたじゃない、ぬいぐるみの中に。あ、このぬいぐるみ？おい、合ってたじゃないか、俺の最初の読み。これだよね。うわー、そうだったのか。騙されちゃった。じゃねえんだよ、おい、たけし。
え、怪しいとは思ってたんだよ。でも盲点だった。俺は分かってたけどな。え、これ何？何エンドこれ？ふふ、ありえないものを作るのがトリックの基本だね。おい、お茶目な家族か？でね、なんでドッキリしたか分かる？いや、分からん。え？いや、ここからホラー演出か、それは？お互いずっと顔を合わせてなかったから。え？何？おお、なんだ？この曲よく聞く曲だな。そのきっかけを、考えてくれたんじゃないのか？お父さん。さすがだね。家族のことをよくわかってる。うん。でも、今回は、それだけじゃないんだ。どういうこと？全然頭に入んないんだけど、俺。実はね。なんだ？お母さんが帰ってきました。いや、これは怖いぞ。いや、これはなんかあるんじゃ？なんだって？今回のドッキリはお母さんと考えたんだよ。お、ガチで帰ってくんの？覚えてる？ドッキリと言ったら、あの宝箱の、びっくり箱か。うん。そう、それ。あの時お母さん驚いて怪我しちゃって、でもそれが負い目になるのは嫌だからって、今回のドッキリでチャラにしようと考えてくれたんだ。あ、そう。またこれで家族一緒に仲良くなれますようにってね。そうだったのか、さやかが。でもさやかはどこにいるんだ？ぬいぐるみの中か？慌てないで、慌てない。部屋の外で待ってるよ。わー、これは怖い、怖くないか？お母さんも会いにくいだろうから、お父さんから言ってあげて。そうか。いや、これ、怖、りなちゃん、後ろ取られた。俺、りなちゃんに後ろ取られたけど、ちょっと、まだ頭の整理がつかない。いや、これ、いや、皆さん、注意だぞ、これ。夢でも見ているような、そんな気分だ。いや、これさ、大どんでん返しみたいな、喜ばせておいて、なんか、びっくりさせる？また家族が一つになれるというものなら。うん、さやか、これ、ハッピーエンドだったらいいの。あ、来ましたね。おい！なんだその終わり方！なんだ娘の部屋！このギターかっこいいな！はい、というわけでね、まあ最後なんか変な感じで終わっちゃったんですけども、お、キノコ伝説、お、一斉登録したかみんな俺はしてねえけど、あ、なんでもないっす。おい、なんか歌始まった。これ大丈夫か？著作権。まあ大丈夫か。じじ赤井たけし、赤井さんっていうのか。なんだいコナン君みたいな。なんでもないです。はい。これ聞かないとダメ俺。まあなんかね、皆さんスキップしたい方はね、スキップしていいですよ。俺はなんか喋り続けてるんで。出演娘赤井里奈。おお、こんなか。うわ、赤井さやか。あ、これさやかさんだ。あ、ちゃんと、ああなんか。おい、なんだこれ。なんか曲でなんかちょっといい感じの曲がちょっと腹立つよな。いや、はい、俺は何を見てるんだろうな。まあいいか。まあなんか楽しかったし、まあ最後まで見ましょうか。この真ん中のってさ、これ主人公なのかな。あ、最後まで遊んでくれてありがとう、エクストラエンド。あ、よかった、最後まで見れてよかったわ皆さん。え、これディーグなんとかさん、ありがとうございましたじゃあ画面クリックでタイトルに戻りまーす。はい、はい、というわけでね、皆さんご視聴ありがとうございました。いや、なかなか面白かったね。いや、これね、実はね、フリーゲームなんでね、皆さんもぜひやってみてくださいな。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。